スウェーデン君主一覧では、過去にスウェーデンを統治した君主を列記する。バイキングの部族を起源とするスウェーデンの王は、初期はデンマークやノルウェーの君主を兼ねる場合が往々に、してみられた。カルマル同盟によるデンマークとの同君連合を呼び、ウップランド貴族のバーサ王朝を経て、近世以降はドイツ系の王朝が続いてきた。現在はナポレオン期間のフランス元帥であった。 ジャンバティスト・ベルナドットを祖とする、ベルナドット王朝であり、王位継承は1980年施行の憲法改正により、最長子相属性をとっている。なお、カール王及びエリク王の即位番号は、16世紀頃に生まれた、皇都記言説により信じられている、架空の王の存在を含めた番号である。ステンキルやエストリズ戦系エリク家スベルケルケビエルボケ、 ビエルボケエストリズセンケビッテルスバッハケエストリズセンケビッテルスバッハケオルデンブルクケビエルボケバーサケビッテルスバッハケオルデンブルクケビッテルスバッハケオルデンブルクケヘッセンケヘッセンケビッテルスバッハケオルデンブルクケベルナドッテケヘッセンケありがとうございます。